ついに来たよ、アンバサ弁護士からのお返事が。えい、お返事って何？文通でもしてるの？中川拓弁護士懲戒請求の弁明書です。ああ、そんなものもありましたね。いろいろ起きすぎていてもう忘れてました。で、どんなことが書いてありました？リーガルハラスメントとか対行政暴力とか？この書面って原則的には非公開書面なんだよね。ただ、一箇所明らかに僕の名誉のために許せないと思ったところを貼るね。これは本当にどうしても許せない、我慢できないんだ。当該ツイートが例として挙げる連合赤軍、旧オウム、旧統一教会、暴力団は実社会における行動が問題とされているであり、表現の自由戦士、アンチフェミニストと捉えることができる請求者が実社会でのハラスメントの面がある監査請求という行動を取ったことから、これらのと同視できるものとしたものである。当該ツイートはこのように請求者を批判するものである。えい、これ本気で言ってるんですか？弁護士が？僕は表現の自由戦士でアンチフェミニストだと捉えることができるし、実社会でハラスメントの面がある監査請求という行動を取ったことから、連合赤軍、旧オウム、旧統一教会、暴力団のようなを同時できる。つまりハッってさ、まず表現の自由戦士でもなければアンチフェミニストでもないですよね。うん、青しみたいなアホと違って表現の自由を守れとか言ったことはない。僕は自分が守りたいもの、作品を守りたいから、それを燃やすものと戦ってるだけだ。僕が守りたくない表現のために戦うつもりはない。それはそれを守りたい人が戦えばいいと思う。またフェミニストの人たちも、作品を燃やさないなら好きにフェミニズムを唱えればいいと思う。他人に迷惑をかけないならそれは自由だ。そのアンチなんてのを名乗るつもりはないね。そしてハラスメントの面がある監査請求という行動を取ったことから、は監査請求をしたらハラスメントだから、じゃ何人もの死者を出した連合赤軍や旧オウムや暴力団と同じ？お薬牧師に元分とや北朝鮮形成議連と個性派集団とつるんでて、お薬牧師が逮捕されたらだんまりから名簿削除してた人らが、監査請求した一般人男性が言うにこと書いてなんですか？なんかもう怒りすら通り越してさ、この戦いを絶対最後までやりきるぞっていう青い炎がこう心にね、メラメラバチバチ音を立てる低い温度の赤い炎じゃない。静かに鉄を燃やき切る青い炎が心に灯るよね。これはもう単純に許せないですね。僕もそもそも和解はないって決めてるよ。シリアスだから面白話も、はい。感化して見過ごす状況。頭痛が痛い。鉄バージョン書く人いたんですね。しかも弁護士。いいえ、賛同を示す読者の反応。いいえ、賛同を示す読者の反応。あと文書じゃないけど代理人目録。代理人目録に訴状から名簿コピペしたから、中川拓の代理人に中川拓が入っててさ、それに訂正入ってるのマジウケるね。わら、普通こういう恥ずかしいミスしたら印刷し直しません？知らない。完成してページも閉じてからギリギリになって気づいて訂正印で直したんじゃない？なんかバカらしくなるけど気を抜かずしっかりやりきろうね。はい。というわけで、この弁明書については非公開の書面なので全部をそのまま公開することはできません。なので工夫をして公開してあります。いつものように有料で、売り上げは探偵と助手で折半されます。個別の投げ銭は探偵はノートへ、助手は固定ツイートまでどうぞ。それではまた次回お会いしましょう。